野間は、大日本帝国海軍の給油艦。官名は、鹿児島県、野間半島西端の野間岬から取られた。日本海軍が、大正8年度に輸入する重油の輸送にはすでに、竣航している三隻では足らず、建造契約の済んだ、野戸料一家の給油船は早くても、大正9年度竣航の予定だった。民間船の徴用も現状は困難であり、在英監督官から上進された。 Z 型給油船一隻の支給購入が同年4月1日に決済された。建造予定の給油船一隻の予算を8年度に繰り上げて、流用、費用は開港費を含めて、概算で245万円程度と計算された。同年5月に購入契約を結び、イギリスから第一次世界大戦中に建造した、大型戦時標準中型タンカー。 ウオワアジャーを建造中に買収して、ノマと命名した。戦型は、日本のタンカーには、珍しい中央機関のトランクのデッキ型である。日本での同様の形式のタンカーとしては、随洋丸と第三国ラ丸の輸入船、太平洋戦争中に、平時標準船 A 型、B 型、C 型、K 型や、戦前建造船等各種貨物船を改造した。 大急輸送船があるほか、野間と全く同じ大型船氷タンカーも1937年に輸入された、水戸丸、1938年に輸入された、北木丸、1940年に輸入された、大宮丸の中古船3隻が輸入され、太平洋戦争中にも大鳥南丸の1隻が露飾されている。野間は、対戦偽装のために環境と煙突の間にマストを、 立てていた。常日の通り船体中央に機関室があり、石炭庫はその上方左右1箇所ずつ、また前方に1箇所の計三箇所、石炭庫の前に燃料タンクを設けた。その前後には全部に3箇所、後部に2箇所の重油タンクがあり、タンクには二百九十トン搭載の計画だった。また、艦首、艦尾部には戦争が各一個あり、 倉庫もあった。搭載量は計画で最下重量8450トン、重油は満載8080 80トン、石炭は石炭庫848トン、予備石炭庫198トン、倉貝498トンの計1346トンだった。実際の満載量として、春高翌年の1920年の文書に重油8080 80トン、 石炭1 2 9 0トンの記載がある。また1924年調べでは、十油万歳7720トン、石炭1 2 9 0トン、暗害240トンの、計1530トンとなっていた。1919年5月24日、ノマト命名、同月28日に、イギリスのロバートダンカン社グラス合造船所で、竣行した。 開港途中の同年7月15日にシンガポールに立ち寄り同日出港、同月24日バリクパパンで重油7379トンを搭載し、同日クレに向け出港した。8月5日府でクレチン受付席となり、在役船と定められる。8月6日クレ港に到着、公的にはこの日が春行日となっているクレまでの開港は、 中国人の乗員が当たっていてその片付けや偽装などに問題があることから修理改造が必要だった。呉海軍交渉で9月下旬から約1ヶ月間工事が行われ、10月16日に公衆運転、25日に横須賀へ向け執行した。日本海軍は1921年3月までにサンフランシスコから重油8万トンを輸入する契約を結び、 本船がこれに当たることになっており、11月13日、横須賀を出港した。ホノルル経由でサンフランシスコ機、キロもホノルル経由で、翌1920年1月16日暮れに寄港した。この時にサンフランシスコで検疫のため管内消毒を行ったのが問題になった。アメリカでは、軍、民間の区別なく、運送船には検疫を行っており、 一方の日本側は運送船でも日本海軍席にあり、国際法上の軍艦であるという考えだった。交渉の結果、本船の権益は今後免除となっている。前年の暮れでの工事は必要最小限だったため、横須賀海軍交渉で残工事を行い、その間1920年2月18日から3月8日まで、第4ドックに入り、舵取り付け部の調査や、 官邸り替えなどが行われている。また4月1日に特務官邸類別標準で特務官と特務邸が新たに定められ、本艦は特務官中の運送官に登録された。同日横須賀を出港、サンフランシスコへ向かい6月9日にクレに寄港した。この時は無線発信能力に問題があり、発電機の増備を上進している。その後は、 ボルネオからの重油輸送にあたることになり、6月21日に、クレを出港したラカンから、重油輸送を行い7月22日を起こすかに、帰港した。9月15日クレを出港し、北米からの重油輸送を行い11月15日、クレに、帰港、ついで12月9日クレを出港して、タラカンに向かい、翌1921年1月5日クレに帰港した。 1921年は、タラカンを7往復し、クレに1回、マコーに1回、徳山に5回重油を輸送した。1922年からは、タラカンに5回、バリックパパに1回行き、すべて徳山に重油を下ろした。同年最後の航海は12月13日クレを出港、タラカンから翌1923年1月13日に、クレに寄港した。 同年1月18日、ボイラーの水圧試験中に2号艦の路頭と甲板の取り付け部に亀裂を生じた。応急修理中の27日に3号館にも同様の亀裂を生じ、修理完成の見込みが立たなったため、本館での輸送計画も立たなくなってしまった。その他、戦時急増艦のため低速力なことや、 知床が多級ゆかの収益に伴って、以後は予備艦となって、呉に経留されることとなった。1928年4月1日除籍、11月28日廃船任居、翌1929年3月25日に、飯野商事に18万円で売却される。飯野商事は1902年に、舞鶴鎮爵への出入り業者となって、以来、海軍御用達として、 緊密な関係を築いていた。これまで陳珠付艦輸送用の小型タンカーしか所有していなかったが、外交タンカーに手を広げるにあたり、目をつけたのが除籍されたの間であった。ハリマゾウ戦所にて大改装の後、日本岸と命名されて、引き続き来たアメリカからの海軍向けの重油輸送に使用された。1933年5月28日、 ロサンゼルス北西アルグエロ岬沖にて、公天により座礁して浸水し、排水作業の会なく沈没した。同線にかけられていた保険金50万円は大船として建造された。タンカー極東丸の建造費260万円の一部に充当された。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴に基づく。階級は就任時のもの。 ありがとうございます。